ただいまー。はぁ、あ、疲れた。何晩ご飯いらない。腹減ってない。ああ、フロアまた後で行くからさ。まずちょっと座らせてよ。くたくたなんだよ、こっちは。 は何明日どこ行くってああ、そういえば、出かける約束してたっけな。でも、無理。うん。明日仕事入ったから、出かけらんない。また今度な。ああ なんだよ。なんでそんな怒った目で、俺のこと見てくんのいや、この間もそうだったって言うけどさ、仕方ないじゃん。仕事入っちゃったんだから。ねもう、その不機嫌そうな顔、やめろよな。 あ、もしかして、眠いからご機嫌斜めなのああ、子供みたいだね、お前。子供は早くねんねしてくだす。いって、お前、なんで叩くんだよ。はあどうしていつもそんな適当なのって。別に適当になんてしてないよ。 仕事が入ったからしょうがないだろって言ってるだけ。っていうかお前、急にどうした今までずっと、こういう時はちゃんと理解してくれてたじゃん。仕方ないよね、大丈夫だよって。いつも優しく言ってくれてただろそれなのに。あび、びっくりした。何 ビンタの次は、いきなり抱きついてくるとか。たく、どうしたんだよ。今日のお前は。なあ。なあって。え泣いてんのああマジかよ。 ああ、もう、泣きすぎだって。背中さすってやるからさ、落ち着いてくれよ。泣くほど、ショックだったのか。明日出かけらんなくなって。 そんなに楽しみにしてたとはね。え明日だけじゃなくて、いつもすごい楽しみにしてたのそうなんだ。じゃあ、本当は俺がドタキャンするたびに、こうやって、泣いてた。口では、 気にしなくていいよって言いながら陰でこっそり <laughs> そっかそうだったんだな <laughs> ごめん俺お前に我慢させてたこと全然気づいてなかった どれだけ約束を破ってもさいつでも笑顔で大丈夫だよって言ってくれてたからそうなんだな案外平気なもんなんだなってそんなふうにのんきに考えてたよけど随分寂しがらせてたんだな本当。 悪かったよ。ごめんな。んなんでそんな驚いた顔で見てくんの俺が謝ったからちょっと待て。お前の中で俺はどんだけ性格悪い男なんだよ。めったに謝ったりしないじゃんって。 そんなことない。言ってるはずだよ。いつも遅くなってごめんね、とか、家のこと何もしなくてごめんね、とか。いや、言ってない、か。思ってるだけで、言葉にはしてないな。ごめん。お前の言う通り、 俺、ちょっと適当すぎたかもしんないな。お前に対して。反省します。っていうか、お前にこんなに泣かれると、さすがに胸が痛いから。これからはもっと、お前のこと、を大切にできるように努力する。うん、絶対。 約束するよ。だからさ、お前も、我慢せずいつでも、思ってること、俺に全部言ってくれ。その方が俺も、安心するから。じゃあほら、言ってみ。言いたいこと、いろいろ溜まってるんだろ。いいよ。 どうぞ、好きなだけ言ってください。はい。はい。ああ、それはさ、いや、なんでもない。はい。気をつけます。はい。それから、 は <laughs> い、今それを言うのは、ちょっとずるいんじゃないか。<laughs> まあ、いっか。何でも言っていいって言ったのは、俺だもんな。ありがとう。こんな俺のこと、大好きって言ってくれて。俺も、大好きだよ。 これからもよろしくな動画見てくれてありがとう ASMR 動画は毎週金土日曜日に投稿しています気に入ってくれたらチャンネル登録してまた聴きに来てねバイバイ